公開海,海戦。公開海,海戦は、1894年、明治27年9月17日に、日本海軍連合艦隊と、新国海軍北洋水士、北洋艦隊の間で行われた海戦。近代的な鋼鉄上機関が多数投入された、世界史上初の海戦となった。この海戦の結果、新国海軍は大幅に戦力を低下させ、 公海と牧会の正会権を失うことになった。7月28日に発生した青官の戦いの勝利後、朝鮮国首とソウル周辺の掌握に成功した日本陸軍は退却した新国陸軍が立てこもるピョンヤン攻略に向けて8月下旬から北上を開始することになった。陸軍による朝鮮半島の制圧には一定のめどがつけられたが、 それを最終的な戦争の勝利につなげられるかは、日本海軍による艦隊決戦の成否にかかっていた。大本営の陸海軍共同作戦案によると、深刻艦隊の撃滅に成功した後は、渤海沿岸の要所に陸軍主力を輸送して、深刻政府を早期に降伏せしめることが定められていた。しかし、艦隊戦で敗北ないし引き分けた際には、 長期戦となることが予測されていた。国力が乏しく西洋列強の外圧にさらされていた。日本にとって長期戦の遂行は困難であったために、日本海軍には、深刻艦隊の速やかな総統と、航海並びに、渤海の正海権獲得が求められていた。早期の艦隊戦を望む大本営の思惑とは裏腹に、日本の国力と軍事力を分析した。 新国の直霊総督兼北洋大臣の理工賞は、長期戦に持ち込んで西洋列強の介入で講和に、こぎつけることを目指しており、北洋水師提督、低助賞に決戦回避と、戦力温存を指示していた。そのため、連合艦隊は、航海打ちで作敵を繰り返すも、艦隊決戦の機会になかなか恵まれず、焦燥する海軍軍令部長、河山助則が、 前線視察と少子艦隊司令部を訪れ、税が非でも深刻艦隊を補足すべしと、連合艦隊司令長官、伊藤助行を叱咤する緊迫した状況にあった。9月12日、日本陸軍の先発部隊は、平壌の南方4キロの地点に到着し、深刻陸軍と対峙した。その頃、北洋水師は、大連湾内に停泊しており、定女将提督は、 高戦地となるピョンヤンへの増援に向かう新国陸兵400人が分譲する輸送船5隻を護送するように命じられていた。しかし、日本艦隊出没の巨峰で出港がままならず、その間にピョンヤンでは早くも決着がつけられて、15日夜に、定女小帝督は、ピョンヤン陥落の知らせを受け取ることになった。新国陸軍は、王力港まで配送しており、 増援は大至急必要となった。慌てた北洋水師と輸送船団は9月16日午前に1時に大連湾を出港して同日14時に黄緑港川口の約36キロ西にある大犬山の揚陸地点に到着した。大犬山での陸軍兵上陸を見届けた。北洋水師はそのまま海沿いの道を行軍する陸軍兵の支援任務につき、 翌17日午前から大狐山沿岸とその南方にある大鹿島周辺で遊浴し警戒態勢をとっていた。一方、朝鮮国公海道、直壁岬の根拠地に停泊していた日本海軍連合艦隊本隊と第一遊撃隊は9月16日16時に深刻艦隊の補足を目指して再び出航した。これに沿岸偵察の奉還、 赤木と上述の理由で前線に出てきていた河山月則軍令部長が乗船する仮想巡洋艦西京丸が同行した。9月17日午前10時過ぎ、海洋島から北東方向に進む日本連合艦隊と大化島周辺で遊浴していた新国北洋水士は互いに相手の場合を確認した。連合艦隊は直ちに戦闘態勢を取って急接近し、 北洋水師の定助将帝徳も決戦やむなしと判断して艦隊を左右に展開させ日本艦隊を迎え撃つことにした。新国政府内では北洋水師の戦力温存策を弱腰と見る声が高まっておりこれに講しきれない内情もあった。連合艦隊は壺に渡る三少将率いる第一遊撃隊吉野高千穂秋津島何和が前に 伊藤助行中将を率いる本体、松島、千代田、五福島、橋立、比叡、不相が後ろになる、単縦陣を追っていた。加えて、戦力外である、西京丸、赤木が、本体西側後方を追走していた。北洋水師は1866年の、立佐海戦で有用性が証明され、当時の海戦の常識であった、王列陣を敷いた。その配置は、 関列三木川より、陽武市、潮遊、知縁、帰縁、人縁、庭園、共縁、安支園,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 園、甲、住縁であった。愛科島周辺には陸軍兵支援任務のために合計8隻の艦艇が輸送船と共に残されたが、その中から平園、公平、伏流、左対一が遅れて出発し味方本隊に続いていた。12時18分。 単純人の連合艦隊と、王列人の北洋水士が互いに接近する中、連合艦隊司令長官伊藤中将は、戦闘を進む第一遊撃隊司令官、坪井少将に、右方の敵を攻撃するようバタ信号を送った。これは南東に進路を取り、自分たちから見て右側、すなわち、北洋水士の左翼端に向かうよう意図した、司令であったが、坪井少将は、敵の右方すなわち、 北洋水師の右翼端に向かう指示であると解釈し、艦隊の震度を北西に取った。この行動については、坪井少将の解釈違いであるとも、恋の命令違反であるとも小説分かれる。伊藤中将は、第一遊撃隊の北西震度変更を黙認し、自分たち本隊もそれに後続するよう決断した。北洋水師はややくさび型の王列陣のまま南西に、震度を取り、 連合艦隊に向けて直進した。単獣人の長い列の連合艦隊は北西に舵を切り、北洋水士の進路前方を横切る体制となった。12時50分、北洋水士機関、庭園が距離5800メートルで主砲を発射し回線が始まった。庭園に続いて、深刻各艦も第一遊撃隊に向けて一斉に砲撃を始めるが、坪井少将は、 自軍の発砲を禁じ、増速して、北洋水州翼端への集会に専念させた。十二時五十二分、第一遊撃隊に皇族する連合艦隊本隊は、機関、松島が、距離三千五百メートルで発砲したのを皮切りに、攻撃を開始した。河山軍令部長は、伊藤中将からの退避指示を無視して、自身が乗船する、西京丸と随伴する赤木を、 連合艦隊本体に並行させ6段で戦列に加わった。12時55分、北洋水士の右翼端に回り込んだ第一遊撃隊は距離3000メートルまで近づいたところで砲撃を開始し、敵右翼端の用意、超遊に向けて速射砲による猛烈な砲火を浴びせた。北洋水士は連合艦隊に向けて突進し、 昇格戦に持ち込むべく接近を試みるが速力で、まさる日本艦隊に取り付くことができなかった。大列で突進する北洋水士と敵の右翼端に渋滞で回り込もうとする連合艦隊は、距離三千メートルで互いに砲火をかわし両軍ともに、被弾が出始めた。十三時五分、第一遊撃隊の集中砲火を浴びた、長遊が大破炎上し三十分後に沈没する。 用意も多数の被弾から炎に包まれて、戦闘不能となり、北方へ火事を切って、大鹿島方向に、戦線離脱した。日本側にも損害が出始め、第一遊撃隊の、吉野が、右言語甲板に被弾し、集積の弾薬が誘爆して火災が発生したほか、本隊も、松島が15センチ弾を受けるなど各艦が損傷する。13時6分、新国別動隊。 対ラエン、公平、伏流、左対一が南下して戦場に接近する。13時14分、北洋水市の右翼端を撃破して回り込んだ、第一遊撃隊は敵から距離を置いて射撃を一時中止した。連合艦隊本隊では最後尾の、飛衛、不走が、旧式艦ゆえの列速のため先交換についてけず、離れてしまう。結果、 北洋水師の都心を横断しきれずに取り残された、比叡を撃沈すべく、庭園、教園が、昇格攻撃を試みるが、比叡艦長桜井菊の左右少佐の決断で、庭園、教の間を通過する大胆な敵中突破を観光する。敵艦隊の真っ只中に飛び込んだ、比叡は、さながら袋叩きの状態となった。装は、比に攻撃が集中している暇に左に出して、 敵戦列を回、い、巧みに危険を回避しつつ、本体の功績を追った。13時20分、第一遊撃隊は左辺に U ターン回頭して、北西に向かい、北方より接近する、新国別動隊を牽制して後退させた。本隊では、飛営、不相が、北洋水士の攻撃をかわしつつあったが、その結果、本隊に並行していた、西京丸と赤木が、 敵の正面にさらされることになる。身軽な西京丸に比べて、列速の赤木は、完全に敵中に孤立して、集中砲火にさらされ、環境に一弾が命中して、艦長、坂本八郎太少佐が戦死し、混乱の中で佐藤哲太郎公会長が指揮を引き継いだ。13時30分、伊藤中将は北西に向かった第一遊撃隊へ、 本体に合流するよう信号を送る。坪井少将は艦隊を再度下げミューターン、回答させて、南甲子、本体艦列の後方を追った。連合艦隊本体は、北洋水志右翼艦の旋回を終えて、敵の東方に回り込もうとしていた。北洋水志の王列陣は正方を向いて、不規則となり、共演、安支援、高校が、艦列から分離して、赤木、 西京丸を追い回していた。14時、敵艦列の間をすり抜けることに成功した、比叡は被弾多数で、戦闘不能となったために、帰宅をしての本体合流を断念して南方に進む。その後はそのまま戦場離脱した。14時15分、西京丸より、比叡、赤城危険との信号を受け、第一遊撃隊は本体への後続を中止して、左限 U ターン回答後に、 西方へ直進し、比叡、赤城の救援に向かった。第一遊撃隊の精神を見た新国別動隊は、再び南下し、連合艦隊本隊に向けて、訪問を開いた。14時20分、敵に猛追される赤城は、共演に、命中弾を与え炎上減速させる。この幸運の一弾で赤城は、危機を脱しそのまま北西に進んだ。赤城のやや北を進む。 西京丸も多数被弾してだけが故障する。その東方では連合艦隊本隊と新国別動隊が砲弾を交わして互いに命中弾と被弾を得ていた。14時30分、第一遊撃隊は成功しつつ南に見える北洋水士を攻撃し赤城と北洋水士の間に割り込む位置に到達した。第一遊撃隊の接近を見た北洋水士は 右回答して、人形を北に向ける。赤木を追っていた、共演、安支援、高校は、元の関列位置となる、庭園の南隣に戻っていった。その時、敵から逃れて、北に直進する、西京丸が第一遊撃隊の関列に割り込んできた、ために、最後尾の、何和が衝突を回避するべくやむなく減速点がする。その結果、関列から離れて、孤立の危機に貧してしまい、 そこに、遅延、遅延が急速接近して、何和の分断を図った。一方、新国別動隊、大蘭、公平、福竜、左対一は、連合艦隊本隊との交戦から離れて、単独で北上する、西京丸の攻撃に向かっていた。14時40分、水雷艇福竜が、西京丸に肉迫して、魚雷2本を発射するも当たらず、3本目は、 西京丸の喫水の浅さが幸いして船底の下を通過した。川山軍令部長の強運を示して九死に一生を得た西京丸は北東への行進を続け戦場を離脱した。以後の新国別動隊はそれ以上日本艦隊に近づかず戦闘海域北東で遠巻きに眺める体制となった。精神中の何和はやや北に迂回しながら遅延。 機縁の接近を交わしつつあった。14時54分、赤木は戦闘海域の北西遠方に避難し、第一遊撃隊は、奇縁、赤木、西京丸の退避を確認する。何はも、無事艦列に追いつき、第一遊撃隊は左に旋回しつつ、敵艦列の死角となる方向から1500メートルまで、急接近して、砲弾を放ち、地縁、奇縁に、多数命中させ、 三千メートルまで離れた後は、北洋水師の西方を南こうして、左限海島を指摘の南面をついた。15時10分、北洋水師の東方に回り込んだ、連合艦隊本隊は、右限 U ターン回答して、艦隊左限側を敵に向けつつ、距離二千メートルまで接近する。ここからがこの海戦で最も激しい砲撃戦となった。本隊は、庭園、鎮園を、 集中攻撃しさらに、危険、遅延にも打撃を与えた。第一遊撃隊は、距離3700メートルの南方から敵を猛射し、やや不完全な形ではあったが本隊と共に、北洋水師へ十字砲火を浴びせる。15時15分、北洋水師は大打撃を受け、停演、危険、遅延で火災が発生するが、体制を立て直すべく東に一斉回答して、 連合艦隊本隊に監視を向けた。だがこの時、隅園が独断で北西に向かい戦場離脱して、旅順港に帰討してしまった。隅園艦長法白剣副将はもともと海戦に反対で通称破壊戦を主張しており、復権軍閥での自身を、定序省帝督、北洋軍閥の完全な指揮下ではないと考えていたという。 だが、敵前逃亡の罪は、免れず海戦後残首に処された。高校、教演も一時、墨園の闘争に釣られるが、すぐ関列に戻り、庭園、鎮園の西側に着いた。回答終了後、炎上する地園が、関列から離れて、連合艦隊本体へ単独突入するも、集中砲撃受け一弾が、喫水戦火に命中し、浸水が発生する。それでも、 支援は、昇格攻撃を試みて、突進を続けるが、さらに放火を阿カン市から転覆するようにして、沈没した。15時30分、沈炎の30.5センチメートル砲弾が、松島の下げ見4番砲角を直撃後、集積の創薬が誘爆して、松島は大破炎上する。この大爆発で28名が死亡、60名が負傷した。 松島乗組員の三浦虎次郎三等水兵が重傷を負いつつもまだ沈まずや庭園はと向山新吉副長に尋ね向山が戦いがたくなし派敵と答えたという勇敢なる水兵のエピソードはこの時のものある伊藤中将は感情の消化と損傷修復を指示しさらに敵との距離を詰めるべく松島を 左限 U ターン回頭させて引き続き北洋水市の東方から今度は艦隊右辺側での砲撃戦を完工した。南方にいる第一遊撃隊は西側に転出して北洋水市の西方に回り込もうとしていた。15時50分、火災が続く庭園の速度が落ちたのを契機に、共演、帰園、安支援、高校が一斉に北西への行進を始めて、 戦線離脱の体制をとった。鎮炎は、庭園と共に残ったので、連合艦隊本隊はこの両艦を、半包囲した。第一遊撃隊は、追撃体制に移り、共演、帰園、安支援の集団を目指して北上した。戦闘海域北東で距離を置いていた、大蘭、公平、伏流、左第一も北方に退却を始めた。 16時7分、連合艦隊本隊と、庭園、鎮園が、砲撃戦を続ける中、松島は、ようやく鎮火に成功するも、被害人大で打機が不調となったため、伊藤中将は、先導不能を示す、不換気を上げて、本隊の単獣人と企画艦の自由進撃を指示した。16時45分、伊藤中将は、庭園、鎮園と交戦する。 味方本体の核艦進撃を中止し、機関、松島への集結信号を出した。16時48分、第一遊撃隊が逃走する、共演に追いつき攻撃を開始する。砲弾がことごとく命中し、共演は17時29分に、関守より沈没した。17時40分、再集結した連合艦隊本体は、停演。 鎮炎から離れて南方に交代する。それを見た、庭園、鎮炎も退却を始め旅順港を目指して、帰宅をした。17時45分、第一遊撃隊の坪井少将はさらに逃走する、敵艦を追おうとしたが、本隊の伊藤中将から合流せよとの、遠距離信号を受けて引き返した。17時55分、戦闘海域から離れていた。 赤城が連合艦隊本隊に復帰合流した。一方、比叡、西京丸は朝鮮半島の日本海軍根拠地に向かって航行中だった。20時、伊藤中将は帰還を橋立に変更して移乗し、大破した松島を呉軍港に帰還させた。伊藤中将と参謀たちは北洋水師が山東半島の異界へに帰還するものと想定し、 その退路を断つべく、西への夜間行進を開始した。18日1時15分、西京丸が朝鮮半島北部大道湖川口の日本海軍根拠地に帰還した。3時30分、墨園が旅順港に帰島した。航港は旅順に向かって大連湾付近を航行中に損傷による打部長から三三島南方で座礁し放棄された。 5時50分、比叡が大道湖川口の根拠地に帰投した。旅順港には、帰園、安支援、公平、福流、左大一が到着していた。連合艦隊は、異界栄近海に到着し作敵を始めていたが、新国各艦は、旅順港に帰還していたために発見できず、再び、両東半島南方の海域に戻った。同時に、赤城を、 大道庫川口の根拠地に帰還させた。9時30分、旅順港に、庭園、鎮園が帰還した。11時30分、平園が大賀島周辺に残っていた、砲艦2隻、水雷艇2隻、輸送船5隻を伴って、旅順港に帰着した。14時、両島半島南岸の海域で、新国軍艦を探す連合艦隊は、大賀島近くで座礁している。 用意を発見しこれを破壊した。すでに乗組員はいなかった。18時、伊藤中将は、深刻艦隊の探索を打ち切り連合艦隊を大道港方面へ向かわせ、翌19日8時に、日本の各軍艦は、朝鮮半島北部大道港川口の日本海軍根拠地に帰着した。回戦の結果、連合艦隊は、北洋水史に大打撃を与えたが、 庭園、陳園は未だ健在であったので後悔誘致の警戒態勢は継続されていた。それでも朝鮮半島西沿岸の聖海県は掌握したとみなされ、その海域における積極的な海上輸送が行われるようになった。日本軍の次の目標は北洋水士が逃げ込んだ旅順港となった。11月21日に旅順は攻略され、 両東半島南沿岸の正海圏も確保された。北洋水市は事前に三島半島の異海へに撤退していた。日本陸軍は海上輸送の助けを得て、兵員と軍需品を続々と両東半島に送り込んだ。年が越され、1895年1月20日から北洋水市が立てこもる異海への攻略作戦が開始された。ここを制圧して、 北洋水史を無力化すれば、渤海と航海の正海権を握り、深刻本土への自由な兵員輸送が可能なるので、それはつまり戦争の勝利を意味することになった。2月5日と9日深夜に水雷艇部隊を、異海英軍港へ突入させる、奇襲作戦が実施された。この2回の野襲により、起縁・安支援が撃沈され、帰還、庭園も大破して座礁後に自陳した。 2月12日に、異界への申告将兵は降伏し、陳炎、隅炎、大炎、公兵が露革されて、日本海軍に編入された。翌3月半ばまでに、日本陸軍は、両東半島全域の占領に成功し、日本海軍による北海政海圏の完全掌握と合わせて、北京周辺の直令平の万里の頂上と甲賀の間に王手をかけた。 3月19日から講和交渉が始まり、4月17日に下関条約が締結されて日清両国は講和した。近代化した日本陸軍の優越性も去ることながら、その作戦進行には海上輸送機能が不可欠であったので、政界権獲得がこの戦争の鍵となった。ヨーロッパ製近代軍艦の性能が実践で、 試されることになった、この海戦は当然のごとく、各国海軍に大きな影響を与えた。戦術面では単獣人による側限砲撃の有効性が裏付けられて、以後のスタンダードとった。高速遊撃部隊と低速主力部隊に分ける運用法も、また有効とされたが、双方がこれを行うと、遊撃部隊同士の交戦に終始することが第一次。 世界大戦で明らかとなった。航海回線の推移から、速度は防御になると判断したイギリスは高速度軽装甲の巡洋戦艦を設計したが、ユトランド沖海戦の高鎮続出で、それが誤りだったことが分かった。戦艦に対する巡洋艦の活躍を見たフランスは、ジューヌエコール、新海戦理論に一層の自信を深めたが、これも誤りとなり、 結果的に大官巨法時代の県管技術に遅れを取ることになった。日本海軍は非装甲の巡洋艦で海戦を挑むことを余儀なくされたが、それは国家自体の資金不足に起因するものではなく、海軍内で公然と私服を肥やす汚職の蔓延により、県管非形状への理解が得られなかったことが最大の原因だった。民党側が提案した県管非認可と、 お食防止の交換条件ですら、万有演説で、板たけ高には寝付けていた。明治天皇の権威を盾にした、玄関省直により、庭園を遥かに上回る戦艦、富士、八島を海戦前年に発注できたが、肝心の海戦には間に合わず、極めて非効率な出費となり、もともとの原因である、海軍内の汚職も変わらず残って、後年のシーメンス事件で、 形体疾病返しを受けることになった。海軍首脳部は資金不足を解決する目的以上に小型艦で大型艦を克服できるというフランス発の深海戦理論、ジューヌエコールを進歩していたとみられ、明治19年度計画の時点で巡洋艦4隻を主力とすることが決定され、そのうち1隻の機構は先送りされているが、この松島型巡洋艦4隻の建造費は、 庭園型戦艦2隻分とほぼ同等だったので、資金不足による苦渋の選択というわけではなかった。庭園型戦艦は1700万個平量。1個平量イコール銀3 7ムなので、日本の銀10問目と等価であり、幕末の銀60問目イコール金1両イコール1円のレートで換算すると、約283万円となる。松島型巡洋艦は140万円だった。 出来上がった三景艦の不安定さを見てその夢から、冷めた日本海軍は大きく狼狽することになったが、即座にイギリス発の単純人理論と即射砲の側舷配備に切り替えた起点の速さが日本を救うことになった。海戦では、第一遊撃隊司令官、坪井少将の独断選考が目立ち本体との連携を欠いた点が指摘されていた。 海戦当初の命令に反した左への深度変更は、自分たちは別行動を取るという明確な意思表示で、あ、本体はそのまま右へ進むものと考えていたとも、見られている。しかし、伊藤中将はあくまで統一行動を重んじ、敵艦隊を横切る危険を犯してまでも、坪井少将に続いた。単獣人の優越性を活かしていない、敵前面の横断移動は、賛否両論となったが、 後の日本海海戦の参謀を、秋山正幸はこれをやむを得ない判断とした。その後も、坪井少将は独断で進路を変えているが、平円建成のための北港と赤木救援のための成功は無駄な艦隊運動であったと、秋山正幸は表している。予定通り初回から右に進路を取り全艦一列の円運動を繰り返せば、東海戦での敵艦隊撃滅も夢ではなかったと、 分析していた。一方で、坪井少将は、ミスター単獣人と、あだ名されるほどの熱心なイギリス術推進者であり、激鎮にかかわらずとも、感情の武装をなぎ払えばよいとして即射法の導入を進めた、優れた、先見性の持ち主でもあった。なお、即射法戦術の有用性は、この開戦時のみの、一過性のものに止まっている。日本側の艦隊運動は見事で乗組員たちの、 粘度と規律の高さを証明していたが、新国側の乗組員たちもそれに引けを取らない勇敢さを見せており、日本側の10倍以上の被弾にさらされながらも、最後まで持ち場を離れずに、感情機能を維持し続けていたことが外国人、感染部官、顧問にって証言されている。戦争勝利後に歌われ、当時の国民意識を反映していたと思われる、同様の中に、天遊六分に、 かばやま三分、あとの一分は鉄砲玉という一節があった。1888年以降の新国海軍は、生態校による海軍非流用で、新造軍艦を配備できておらず、これは日本側にとって十ヌエ考慮を採用した軍政面の失策をも帳消しにする、極めて幸運な勝因となった。海戦中のかばやま軍令部長は、何話の進路を妨害し、 また参戦していながら味方の指揮に配慮せずに戦線離脱して帰祷するという独善性を見せたとは、いえ、海軍トップの地位にありながら命を惜しまず最前線に赴くという責任感の強さを国民は何より賞賛した。内容にはいささかの誤解はあるが、この賞賛は国家運営の対局的観点の下では賢明な見識の声とえた。 明治の後の日本海軍にはこの精神はあまり受け継がれず最前線に出ることを損な役回りとみなす風潮が軍上総部内に広まり国民側もそれに対して声を上げなかった。それは無謀な作戦指導を太平洋戦争期に頻発させ若い兵士たちを文字通りの鉄砲玉にして多数の犠牲を強いる要因につながった。1894年7月19日 日本海軍は主力艦で構成された常備艦隊と老朽艦小型艦で構成された警備艦隊を合わせて連合艦隊を編成した。当時のこの命名には編成的な意味以上に規模を大きく見せるためのハッタりも含んでいた。戦時の連合艦隊は本隊、重装艦、第一遊撃隊、高速艦、第二遊撃隊、スループ主隊、第三遊撃隊、 砲艦主体に分けて運用された。本隊と第一遊撃隊は決戦用の部隊であり、第二遊撃隊と第三遊撃隊は戦闘支援用の部隊であった。連合艦隊、本隊、司令長官、伊藤助行中将参謀長、鮫島和則対策機関、松島。連合艦隊、第一遊撃隊、司令官、坪井渡る三少将機関、吉野。 その他新国海軍は4つの水師艦隊を持っており、その中で最大の戦力を持つ主力は、北洋水師だった。他の南洋水師、関東水師、福建水師は小艦艇を保有するのみであり、戦力集中のために、複数の艦船を北洋水師に編入させてもいた。北洋水師水師提督、提助商提督機関、庭園、北洋水師 鉄道隊、遅れて、海戦参加被弾数は少ないが大口径の砲弾が命中しており、非走行ゆえに、それが即大きな損傷につながった。大破中破傷破損傷警備、被弾数は多いが小口径の砲弾が大半だったので、走行で守られた船体の損傷は大きくならなかった。沈没座礁による、喪失中破傷破損傷警備、楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。